週間 MVP。 メジャーでは毎週活躍をした選手が週間 MVP に輝きますが、1週間という期間も相まって突出した成績を残さなければ受賞できません。そこで今回は過去に週間 MVP を獲得した選手とその活躍ぶりを紹介していきたいと思います。野茂英雄。1度目の受賞は1995年6月、カージナルス戦とジャイアンツ戦の2試合に先発。ジャイアンツ戦では初完封を記録するなど、2試合で計17回3分の1を投げ、5安打、2失点、21奪三振という圧巻の成績で日本人初となる週間 MVP を受賞しました。2度目の受賞は1996年4月、1回目の受賞同様、2戦で2勝を挙げて獲得。マーリンズ戦では17奪三振を記録し、完投というピッチングを披露しました。3度目の受賞は1996年9月、9月17日のロッキーズ戦で日本人初となるノーヒットノーランを達成した野茂。9回2アウトになると敵地ながら野茂にスタンディングオベーションが送られ、最後は伝家の宝刀フォークで三振に抑えました。当時は日本でも多くの新聞が一面を飾るなど大きな話題となりました。4度目の受賞は2001年4月、4月4日のオリオールズ戦で2度目のノーヒットノーランを達成。レッドソックスに移籍し初の登板となった試合でいきなり衝撃のデビューを飾りました。佐々木和弘。佐々木の唯一の受賞となったのは2001年4月。メジャー2年目となったこの年も開幕からクローザーを任されており、この週は4試合に登板し、無失点で4セーブを挙げ受賞します。この年の佐々木は4月だけで月間13セーブを挙げるなど、メジャー初年度だったイチローと共にチームの躍進に大きく貢献。10月6日のレンジャーズ戦ではメジャータイ記録となるチームのシーズン116勝目を自身最多となる45セーブ目で飾りました。イチロー。日本人史上最多5度の獲得をしているイチローの初受賞は2004年8月。この年は4月に打率2割5分5厘と低調なスタートとなっていましたが、5月と7月に月間50安打を記録するなど調子を上げていたイチロー。8月の MVP を受賞した週では7試合に出場し、31打数16安打で打率5割1分6厘を記録し、月間では56安打を放ちます。最終的に84年間破られることのなかったジョージ・シスラーのシーズン最多安打記録の257安打を更新する262安打を記録しましたが、年間の MVP は2021年に大谷と MVP を争ったゲレーロ Jr. の父ブラディミール・ゲレーロが獲得する形となりました。2度目の受賞は2006年5月。イチローにしては好不調の波があった年ですが、受賞した週には打率4割4分9得点を記録。調子の波がある状態でも最終的にはリーグ最多となる224安打で打率3割2分2厘と圧巻の成績でシーズンを終えます。また走塁面では39回連続で盗塁を成功させるなど45盗塁を記録しました。3度目の受賞は2010年9月。この週は6試合すべてでヒットを打っており、打率4割4分4厘を記録。そのうち4試合ではマルチ安打を放っています。さらに9月23日のブルージェイズ戦では史上唯一となる10年連続200安打を達成しています。また、この他にも打率3割、ゴールデングラブ賞、オールスター選出も10年連続となっています。4度目の受賞は2012年9月。7月にヤンキースに移籍となったイチローは6試合に出場し、打率6割、2本塁打、6盗塁と38歳にして異次元の活躍で受賞。イチロー自身も念願だったポストシーズンに12年ぶりに進出。ポストシーズン第2戦では相手捕手のタッチを2回もかわしホームインすると忍者などと呼ばれ各所で話題を呼びました。5度目の受賞は2016年8月。史上30人目となるメジャー通算3000安打達成が評価されての受賞。またこの年はメジャー通算500盗塁や世界一となる通算4257本目の安打も放っており、42歳にして様々な偉業を成し遂げました。松井秀喜。1度目の受賞は2003年6月。メジャー1年目のこの年、本拠地開幕戦で満塁ホームランを放つなどの活躍を見せていた松井。週間 MVP を獲得した週も特に絶好調で、打率5割、2本塁打、14打点を記録しています。また、
2本のホームランはいずれも満塁弾で、ここぞという勝負強さが際立ちました。2度目の受賞は2004年5月。この週も1回目の獲得と同じように打率5割2分4厘、2本塁打、7打点を挙げていた松井ですが、前回と違い四球数が7個もあり、調子の良かった松井が勝負を避けられている場面も目立った中での受賞となりました。3度目の受賞は2005年6月。6試合で打率4割5分5厘、3本塁打、10打点を挙げ獲得。ヒットは全て長打で、驚異の長打率10割を記録しています。また、この間のヤンキースは6連勝しており、松井の活躍が大きな原動力となっていました。4度目の受賞は2011年7月。5試合に出場した松井は打率5割7分1厘、2本塁打、7打点を記録。7月20日のタイガース戦では日米通算500本塁打を達成しており、これも評価されての受賞となりました。松坂大輔。松坂の唯一の受賞となったのは2007年5月。2試合に登板し17回を投げ2勝を挙げました。2試合とも無四球の投球を披露し、14日のタイガース戦では9回を6安打1失点で投げ切り、自身メジャー初となる完投勝利を挙げました。メジャー1年目のこの年は32試合に登板し、防御率こそ 4.40 と振るわなかったものの15勝を挙げ、200奪三振を記録。ポストシーズンでも4試合に先発し、チームのワールドシリーズ制覇に大きく貢献しました。岩隈久志。岩隈の唯一の受賞となったのは2015年8月。8月12日のオリオールズ戦で野茂以来、日本人2人目のノーヒットノーランを達成しての受賞。強打者が揃うオリオールズ打線に対して、3回までは出塁すら許さない完璧な投球を披露しました。この年は4月に故障者リスト入りするなど、開幕から好不調の波も激しかった岩隈。しかしこの試合以降は安定した試合が多く、最終的には防御率 3.54 を記録しました。大谷翔平。1度目の受賞は2018年4月。打者として3試合に出場した大谷は3戦全てでホームランを放つなど、打率4割6分2厘、7打点、OPS1.154 を記録。投手としては4月8日の本拠地初登板で、アスレチックスを相手に7回ワンアウトまでパーフェクトピッチングを披露します。最終的には7回1安打、無失点、12奪三振という完璧な内容で見事2勝目を挙げました。開幕前までマイナーレベルなどと酷評してきた記者たちが一気に手のひらを返すほど鮮烈なデビューを飾り受賞しました。2度目の受賞は2018年9月。 DH として5試合に出場して、打率4割7分4厘、4本塁打、10打点を記録。登板はなかったものの、打者のみでの活躍で受賞に至りました。3度目と4度目の受賞は2021年6月。打者として毎日出場し、打率2割9分6厘、6本塁打、9打点という爆発を見せ、さらに投手としてもタイガース戦に先発すると、6回1失点、5奪三振の好投で3勝目を挙げます。この異次元の活躍に、史上最高の1週間などと呼ぶ声もある中、3度目の受賞。さらにその翌々週にも6本塁打を放つ活躍で、4度目の受賞となりました。鈴木誠也。鈴木も移籍したばかりの2022年4月に週間 MVP を受賞しています。開幕2週目に3本塁打を含む17打数7安打で、打率4割1分2厘、5打点、 OPS1.604 をマーク。代打で出場した4月15日のロッキーズ戦では、早速申告敬遠されるほど強烈なインパクトを与えるデビューを飾っています。1年目は故障などの離脱もありましたが、同時に高い適応能力も見せつけた鈴木ですので、2年目以降の活躍にも期待が高まります。ダルビッシュ有。意外と受賞していなかったダルビッシュも2022年9月に受賞。まさに油が乗って最盛期ともいえる今シーズンのダルビッシュは、9月13日のマリナーズ戦で8回を2安打無失点、7奪三振で14勝目を挙げます。さらに中4日で迎えたダイヤモンドバックス戦も、6回1安打無失点、8奪三振で15勝目、計14イニングを無失点に抑え、3安打15奪三振という完璧な内容で、11年目にして初の受賞となりました。いかがだったでしょうか。この動画が面白かったと思う方は、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。